やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ジャニーズの ABCG を占います。2020年1年の今後の後半からの1年くらいの運勢とか、メンバーの性格を見てみようと思います。はい。基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチャンネル登録と通知をお願いします。Twitter では個人鑑定の受付状況ですとか、日々のこと何かいろいろつぶやいてます。ぜひフォローお願いします。で、お知らせ、6月10日木曜日22時半から、いつものように双子座新月の会のライブを行います。楽しいライブですので、ぜひお時間のある方、いらしてください。はい。リクエストがあって ABCG 報われないんで全然報われないグループなんで占ってっていうリクエストが最近あって、それまでリクエストなかったのかな、あったのかなって、私占ってたと思ってんですよ。 ABCG 過去に占ってるよなって思って調べたらアップされてないから占ってがなかったんだって思ったのがまず一個びっくりしたのと、あと河合さんすっごいバラエティ出てるじゃないですか。今まで誤解してた河合さんの名前がここに出てくるなんてちょっと超怒られることを覚悟で言いますね。基本ジャニーズ占ってって言われて古くガーダ、やってるグループ。なんだろう、それこそ、ね、TOKIO とか、KinKi とか、そのぐらいの年代のグループはよく知ってるんですよ。だけど、ちょっとでも若くなると、すごい無知なんですね、ジャニーズ。で、ABCG、どんな方がメンバーなのか全然知らなくて、河合さんってここだったんだって今知って、で、なんか、ジャニーズ公認のモノマネとか、なんかそういう感じで、バラエティいっぱい出てるじゃないですか。むちゃくちゃ出てるじゃないですか。ジャニーズ事務所が唯一許してくれた、ジャニーズ以外の、ジャニーズじゃないお笑い芸人さんとかそういう人だと思ってて、今ね、あ、本当のジャニーズの方だったんだって思って、そう。そう、それからジャニーズが公認した人か、もしくは昔ジャニーズで辞めて、なんか芸人さんになった人みたいな、そういう勘違い、大きな勘違いをしてて、現役のジャニーズのアイドルだと思ってなかった今ね、かなり衝撃だったわ。自分の認識何だったんだろうっていうのと、ね、こうして話して、って思うかもしれない。なんかそれに対しても、申し訳なくて。わーって、そう、河合さんってそうだったのかと思ってね。はい、すいません。いきなりドン引きされるような話かもしれないけど、ちょっと、カバダス秘術見てみますね。カバダス秘術、この出し方なんですけど、私の動画内で、カバダス秘術の運命数の出し方っていうのを、見ると、出し方書いてあるんですけれど、このグループ、リーダーばっかなんですよ。王様ばっかりなの。王様こんなにいて成り立つんかなみたいな、すごい疑問があるんですけれど、このグループって仲良しなんですかこんな聞き方をいきなりするなんて あんまりないんですけれど、とにかく、8と1っていうのが強いリーダーだと思ってください。1は王様。で、8は駆け抜ける戦士。どっちもリーダーなんです。で、1と8が同じグループ内にいっぱいいるとぶつかるんですね。それがこんなに多いの見たことないくらいいっぱいいて、橋本さん8でしょ、河合さん1でしょ、本質五関さん1と8両方あるでしょ、塚田さん11でしょ、こんなにリーダーがいるのよ。1,2,3,4,5,6 6個もリーダーの強いリーダーの数字があって、誰が引っ張ってくんだみたいな本当に。ね、小手川さん、まあ、二人くらいなら、ね、二人くらいなら、まあ、収集つくかなって思うんだけど、どっちかが折れたりすればね。戸塚さん以外全員王様だと、王様とかリーダーだと、とか俺が引っ張ってくぜっていうタイプだと、どうすんだろうと思って、すごい不思議。どうやってんだろうっていう、単純に不思議。サポートタイプはちなみに橋本さんのペルソナの6ね。ペルソナって外に見せる、演じる自分とか、まあ過去生でなんか経験したとか、なんか、そういう、外に見せる自分ですね。で、戸塚さんのペルソナが4。うん、この辺、あと、河合さんの、この辺もや、調和の数よね、6とか2とか調和の数で、サポートする数で、サポートタイプが、の数字がたった3つしかないのね。で、戸塚さんの3は子供です。サポートもリーダーでもない、自由。子供、永遠の5歳っていうのがね、3っていう数字なんだけど。
なので、こんなリーダーいてどうすんだろうって、ちょっと一人ずつ説明しますね。橋本さんは、駆け抜ける戦士。で、8の説明しちゃいますよ。五関さんのペルソナとこの8。8は駆け抜ける戦士で、白黒をはっきりつけたいリーダータイプです。で、好き嫌い、自分の好き嫌いとか周りの敵味方が自然とパキッと分かれます。グループの中で、組織の中でみんなを引っ張っていくぜ、みたいなのが得意ですね。お金と仕事に一番強いと言われるのが8です。根性論を言います、8。そんなのが8ね。で、橋本さんの6、これ愛情深いんです。責任感がめっちゃ強くって真面目で、それをもとに愛情深いんです。困ってる人を見ると助けなきゃいけないみたいな感じで、母性とか愛情、そういうのがすごく強くて、おせっかいと親切の区別がつかない感じ。あの人にもこの人にもみんな愛情深くしてあげなきゃ、優しくしてあげなきゃって言って、常にこう愛情を注いで、大丈夫大丈夫ってみんなに声かけてるような感じで、で、あとは、たまに愛情、その注いだ愛情とか優しさに見返りを求めちゃうので、こんなに自分してあげたのにあの人から帰ってこないって言って、なんでって、ドロドロの愛憎劇みたいなのになりがち。愛情が深すぎて。6の筆頭は、なんか、誰かに感謝されるのがすごく生きがいですね。で、戸塚さんね、子供なんですよ。5歳。永遠の5歳。大人になっても5歳。純真無垢な創造者。純粋で偏見がなくてまっすぐで愛されキャラで可愛らしいんですね。だけど、ほんと感情の起伏が激しくて怒り、悲しみ、喜びみたいなのがジェットコースターみたいで、あと自己表現がすごく得意なので、表現系の仕事に就くといいのは3ですね。あと悪いところは快楽に溺れやすいんですよ。目先の快楽ばっかで、先を見据えたなんか計画性とかがあまりなくて、楽な方へ楽な方へばっか流されがちなのが3です。で、でも、それと真逆の性質を持っての3と4、隣り合った数字。4っていうのは、堅実なんですよ。5と全然違うでしょ。堅実な探求者。堅実な探求者は、ザ・日本のサラリーマンみたいな、昭和のサラリーマンみたいな。真面目、正義感強い、コツコツ何かを積み上げる、毎日同じルーティンワークをするのが得意みたいな。まるで3と4は全然違うんですけれども。だから自分の中でどっち、二面性があってどっちが自分なんだろうっていう葛藤というか、そういうのはあると思います。自由気ままな自分と真面目でかっちりしてなきゃいけない自分とどっちが本当の自分なんだろうみたいな。4は慎重だしね。3は慎重さんなんかないし、どっちが俺なんだみたいなのはありそうだな。そして河合さん1と2。1全部一緒に説明しちゃいますよ。この4つ。王様。道を切り開いていく王様タイプです。夢とか理想とかそういうものを現実にしていく力っていうのが一番随一というかね、強いです。なんか夢とか目標を定めると、それに向かってわーってこう自分で努力して頑張って切り開いていってっていうのがすごく得意です。すっごいパワフルです。で、1ね、カバダス秘術は1から9とか、あ、このグループあれが、マスターナンバーがいないよね。11、22、33と呼ばれるマスターナンバーさんがいないから、みんな地球人なのね。宇宙人的な人がいないんだね。うん。そう。1はね、この1から9、1に始まって9に完成するみたいな魂の成長のやつなんですけれど、1は始まりの数なので、発想力とか、思いつくアイデアがとても冴えてるとか、なんかそういう勘とかね、アイデア、発想力、そういうのがすごく冴えてます。で、あと、独立心が旺盛なので、一人で何でもできるもん、僕は。一人で何でもやっちゃうもんみたいな感じなので、1さんはね、組織の中にいるのがあんまり得意じゃないです。仕事するなら、組織はあんまり向かない。組織にいるなら、さっさとトップまで登り詰めちゃわないとかなりきつい。組織の下っ端にいるのが一番辛いです、1にとって。あとは独立して、自分で起業するなり、個人事業主になるなり、自由気ままにできるのが一番楽です、1。あとは1はわがままさが出やすい数字なので、人の話聞かないとかね。折れないとか。ね。だから、そんな数字がこんなにいっぱいあるんですよ。なので、どうなってんだと思って。そう。
そうそうそう。で、河合さんの2は一番優しくて繊細ですね。対を求める、誰かをサポートする数字です。対を求める数字なんですね。誰か強いリーダーがいて、その人を後ろから支える、サポートする、誰か助けるのに生きがいを感じる人です。決して表には立ちたくない。いや、すごい優しくて繊細でガラスのハートで、ちょっとなんか言われるとガシャンって心が傷ついちゃうような繊細さを持っております。で、常に、まあ、毒もそうだけど、周りとの調和とかバランスみたいなのを常に見ていて、あの人とあの人がちょっと仲は悪いから、ちょっと間に入ってあげようとか、なんか、そういう人間関係のバランスとか調和が崩れてないか、それを元に戻そう、修正しようみたいなのにめっちゃ命をかける数字ですね。にも、誰かを助けるとか、サポートする仕事っていうのが向いてます。で、1と2、これもね、隣り合っていうか、全然めちゃくちゃ違うでしょ ?1 は王様なのに、2はその王様をサポートしたい数字だから、河合さんの中も、自分は王様なのか、それとも、後ろに隠れてたいのか、どっちなんだみたいな感じで、葛藤があると思います。本当は王様で、オラオラってしていたいのに、2の数字が、ちょっとそれ、やめないよ、恥ずかしいよって、こう、2が止めたり、ストッパーになっちゃったりしてね。うん、そういう面があると思いますよ。かなりこの、戸塚さんと河合さんはね、複雑な、内面を持ってると思います。奥行きがあるっていうか、真逆の二面性を持った性格を一人の中に持ってる感じ。五関さんは王様と戦士でしょ?塚田さんに至って王様王様。これ、タッキーじゃなくて、あれよ。堂本光一さんが11。堂本光一さんと、あと、AKB のあっちゃんが11だったはず。なんかわかるでしょ。ああ、ということでだよ。なんかね、一番大人なのが、橋本さんが一番大人。多分努力もするし、真面目だし、正義感も強い感じ。その次が五関さんかな、八持ってるから。で、残りの三人がみんな子供っぽいと思う。キャッキャキャッキャしてそう。順番つけらんないくらいこの三人は魂の年齢がまだ若い、若々しい感じがする。大人っていう感じじゃない。うん、ちょっと今までジャニーズいろいろ見てきたけれど、一番このグループどうすんだみたいな感じだった。こんなに王様集めちゃってどうしたんだろうみたいな。あ、で、そうだ。玉木的メンバーカラーっていうのをですね、いつも考えていて、これは当たり外れじゃなくて、当てようと思ってるんじゃなくて、私がこの性格から色をつけたらどうなるかっていうのをやってんですよ。で、いつもね、一番王様っぽい、一番リーダーっぽい人に赤とかつけたりするんですけど、あまりにもリーダーが多すぎて、どうしたもんかなって思ってる。どうしたもんかなこれ、みたいな。ね。まあいいや、つけてみよう。多分、11がもう、俺が王様だぜ、俺が王様だぜだと思う。1番。11若と設定しよう。その次に強いリーダー18ですよ。この方も強い。この方がいなかったら、この方が、五関さんが赤になるんだけど、でも、赤の次に強い色。黒とか?むしろ黒。で、橋本さんも強いでしょ?橋本さん86。これ、強いリーダー。でも真面目っぽいな。青。真っ青みたいな。すごい青みたいな感じ。で、この複雑な二人をどうしよう。河合さん。河合さん、王様なんだけど、2が入ってるんだ。濃いピンクかな。濃いピンクみたいな。優しさも入ってるんだよ。王様だけど優しいんだ。で、戸塚さんが複雑だな、3と4。全部入りみたいな。全部乗せみたいな性格だから。ああ、これは複雑だぞ、3と4。紫にしとくか。ちなみに正解ちょっと見ていいですか?正解。橋本さんが赤。ああ。確かにね、私一人目出した時、86だからわかるよ、それは。戸塚さんがピンクなんだ。ああ。河合さんが紫なんだ。あ、なるほどね。なるほど。逆なんだね。本当は。あ、でも私だったらこっちピンクで紫だな。うん。で、五関さんが青なんだ。ああ。ああ、そうかそうか。うん、それでもよ。納得。塚田さんが黄色。ああ、両方王様の明るさを黄色黄色で。なるほどね。あ、でも、なんか、正解もかなり、うん、納得な感じ。わかるわかる。はい。じゃあ、カードで占いますか。ABCG のこの1年の運勢。はい。ABCG のこの、
今2021年の6月ですけれども、来年の6月くらいまでの1年の運勢を占います。ジャニーズ全部占ったつもりでいたけど、まだいたなんてごめんなさい、ごめんなさい本当に。占った気でいたんだけどな、占ってなかったのか。はい、ズバッと出ました。まあまあいいです。点数で言うと50点以上は言ってる。70点、60点、70点くらいかな、この1年くらい。いいと思います。忍耐とか我慢が必要だけど、いいと思います。まず過去が力なので、目標に向かって頑張ってたんだな。でも今はね、すごく良くない。世界の逆なので、なんか中途半端なところで投げ出しちゃうとか、何かが未完成に終わっちゃったとか、なんかそんなことありませんか。なんか中途半端なところで、あ、ここで終わりかみたいな、何かが中断されちゃったとか、なんかそんなことがあって、顕在意識では女教皇。女教皇がね、ジャニーズで出るとメリーさん、ジュリーさん、どっちかなとか思っちゃうんだけど、助けてくれてんのかな。でもね、潜在意識は死神いたから、あ、なんか俺たち終わったかもみたいな、なんかね、そんな悪い感情が潜在意識の中にありそうで、近い将来、正義の逆、2、3ヶ月後とか、正義だとね、このバランスと調和の女神さんなんですけれどね、逆向いてるから、優柔不断になっちゃうとか、調和とかバランス、グループ内の調和バランスが崩れてしまうとか、あれこれ手を出して失敗しちゃうとか、なんかこう迷い、優柔不断さ、調和がないみたいな、そんな状況になりそう。だから短期的に見ると良くないんですよ。まあ長くて半年とか、だから今年いっぱいとかはあんまり良くないかもしれないけど、で、立場、ABCD の立場も、恋人の逆を背景に戦車の逆。やっぱりどうなんだろう、仲あんまり良くないのかな。恋人の逆の背景に出ると、人間関係の不和とかコミュニケーションがうまくいってないとか、なんかそういうのを背景に、なんかやる気がそがれてるとか、勢いが止まってるような気がするんですね、立場。でも取り巻く環境はすごくいい審判なので、活動するにはあたっての環境は素晴らしくいい。で、そうだな。可能性がフールなので、新しいことに何か挑戦するんじゃないですかね。今までやってなかったこととか、なんか新たな挑戦、チャレンジをすると思います。で、最終結論が釣り人なので、まあ、これ長期的な忍耐、努力、我慢、ね、その、末に報われるよっていうのが出てるんですね。なので、まあ、このね、人間関係の悪さからの、なんか意欲が削がれるみたいなのは気になるけど、環境もいいし、なんか新しいことも始まって、それをちょっと長期的にやることで報われそうな気がします。対策注意点、マジシャンなので、コミュニケーションよくとってねとか、自分たちで創造性を発揮するアイデアをどんどん出していくみたいな、そういうことをすると、すごい良さそう。だから、60点、70点。もっとかな？もっといってるかな？まあ、短期的に見るとあんま良くないから。うん、最終的にはかなりいい点数かなと思います。じゃあ、一人ずつ見ますね。橋本さんのこの1年。はい、ズバッと出ました。橋本さん、過去にフールの逆なので、無知無計画。なんか動き回っちゃうとか、落ち着きがないとか、なんか無謀なことしちゃうとか、そんなことが過去に出てて、今もう正義の逆、あれこれ手を出して失敗してるとか、なんか、そうね、優柔不断さ、バランスを欠いてるような状態な気がするんだけど、将来が戦車なので、すごいやる気を出して積極的にこういい感じに戦いに出そうですね。8駆け抜ける戦士なので、まさに8っぽい、力強く進んでいくと思います。とてもいいと思います。対策注意点、女教皇、知性、冷静さ、論理的、なんか感情的にならないで冷静に言ってねって言ってるか、もしくはメリーさん、ジュリーさん、若い方のメリーさん、ジュリーさんの方の若い方の方の言うことを聞いてねって言ってるか、そんな感じかな。うん。はい、じゃあ、戸塚翔太さん。はい、ズバッと出ました。戸塚さん、皇帝が逆向いてるから、ご自身がわがままだったか、もしくは皇帝的なタッキー、
にあんまり気に入られてなかったかな。なんかそんな感じが過去にあって、現在は法王なんですよ。なんかすごく信頼されてるとか、落ち着いてる感じね。ルール、マナー、秩序を守る。うん、伝統を守る。なんか今すごく信頼されてるような気がする、戸塚さん。だけど将来運命の輪の逆なんだ。あ、なんかアンラッキーな出来事とか、ちょっとタイミング悪いよなとか、あ、今この出来事起こるんだみたいな、あんまり良くない出来事が、不幸な出来事っていうの？それこそなんか自分ではどうにもならない不幸な出来事みたいなことに襲われそう。でも対策注意点太陽なので、まあ明るくポジティブに頑張れば大丈夫かな。もしくは、なんか太陽見ると最近コロナに見えるから、コロナにかからないようにね、かな。その辺注意してください。はい。では、河合さん。すいません。河合さんが本当のジャニーズの人だと思ってなかった。なんでだろう。え、あんなにいっぱい普通の一般の人に混じってバラエティ出てる人いないからかな。多分そうだと思う。そんなに、あんなにいっぱい出てる人いないじゃない。ね、一般の人に混ざってピンでさ。だから、うん、ジャニーズとは私の中で信じられなかったっていうか認識されなかったというなんか不幸なことが起こったんだろうな。そして、普通に面白いじゃない。なんだろう、偏見なのかな、こんな、面白すぎるから、普通に面白いからなんかジャニーズっぽく感じなかったというか。すいません、とにかく。はい。ここ最近の一番の衝撃だったわ。はい。河合さん良くなかったな。はい、ズバッと出ました。過去に忍者の逆、なんか病んでたりしました。確かにね、2が、ね、2の数字持ってると、すごい繊細なので、病みがちなんですよ。うん、なんか鬱っぽいとか、病んでるとか、いうのが過去に出て、今も、まだね、なんかアイデアとか勘が冴えない感じ。頭があんま回ってないような感じがする。で、将来が、女帝の逆。で、対策終点。女今日ここ、メリーさん、ジュリーさんのセットじゃないかなって思ったね。メリーさん、ジュリーさんのセットから、あんまり、こう、よく思われずに、ちょっとご機嫌取った方がいいかもよっていう感じかもしれない。どうなんだろうか。河合さんあんま良くなかった、そうか。じゃあ、五関さんと塚田さんって両方めっちゃ強い数字なんですけど、ファンの方から見るとどっちが強く見えるんですか？それとも橋本さんの方が強く見える？この辺、みんなあまりに数字が強すぎて、誰が一番強く見えるのかなと思って。あ、ペラッと押した。ペラッと押したのはフールだったね。はい。ズバッと出ました。五関さん。なんか、このグループさ、みんな人のカードが逆向くことが多いんだけどさ、あんまり、ジャニーズの経営者たちからあんま疲れてないかったり、認められてなかったりすんの。なんだろうね。その辺に、そのさ、なんかあんまり表に出れないみたいな、そういうのがあるのかな。なんだろう。過去は審判なので、結果を出してる。これはいいよね。でも、現在が皇帝の逆、結果、将来が法王の逆なので、両方のこのね、男性の目上の人っぽい偉い人が逆向いてるでしょ？なんかあんまり、この目上のね、おじいちゃん的な存在とか、この社長的な存在から、あんまり気に入られてないのかなとか思ったり。どうなんだろう。どうなんでしょう、その辺。事情を全く知らないんだけど、逆向いてるんだよ。で、対策中点、運命のは、うん、ちょっと時が来るのを待った方がいいかな。今は、なんかこの一年くらいあんまり良くなさそうなのよ。うん。なので、ちょっと、じっとしてた方がいいかもしれないね。うん。塚田さん。おーっと、ズバッと出ます。塚田さん一番良くないかもな。過去が力の逆だから、まず過去からして、なんかね、尻込みしちゃってる、もしくは、自分の、このエネルギッシュな11のこの、王様の数字を活かしきれてないとか、力が正しい方向に発揮できてないんですよ。
で、現在も正義の逆なので誰か出たね。優柔不断になっちゃうとか、あれこれ手を出して失敗するとか、何したらいいんだ、自分は何をすべきなんだ、何をしなくていいんだっていうのが分かんなくてなんか混乱してる。で、将来がタワーの逆なんですよ。必要とされる崩壊とか、関係の清算。まさか、やめはしないだろう。まあ、それも、やめるみたいなのはまず一個選択肢っていう可能性としてあって、あとは、まあ、やめなくても、なんか怪我とか、ちょっとお休みするような事態になるとか、もしくは人間関係で、ちょっと関係がもう、すごい悪くて修復不可能なくらいなんか、そんなトラブルがあるとか、何か大きなものがありそうな気がするな。対策注意点、戦車。ほう。戦えって言ってんのか。この場合、暴走に注意かな。タワーの逆が出ると。暴走しすぎないようにちょっと注意してね。正しく走っていってねって言ってる気がします。はい。以上、ABCG の皆さんについて占いましたが、いかがだったでしょうか。全く未知な状態。河合さん以外の方の顔がわからない状態で占いましたが、性格とか合ってましたでしょうか。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。